はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ファイナルファンタジー続きやっていきましょう。前回ね、橋が完成して、まあ、今からね、渡って、まあ、次の、まあ、大陸っていうかね、まあ、次の目的地に、まあ、向かうということで、行きましょう。かくして探求の旅は始まった。4人の若者は光の戦士として自らに与えられた使命の大きさと待ち受けるであろう波乱の運命にめまいさえ覚えるのであった。4人の若者はその意味さえ知らずに携えた4つのクリスタル。遥か昔、その中には大いなる輝きが宿っていたという。さあ、旅立つのだ。この世界を覆う暗黒を振り払い、再び光の輝きをこの世に。いいですね、冒険したくなるやろ。やっぱこの音楽がいいんですよね、まあ、このファイナルファンタジーもそうなんですけど、クロノトリガーとかもさ、やっぱそうじゃないですか。さあ行きましょう。いや、 やっぱ BGM って大事ですよね。オーガか、まあ、ちょっと敵もね、まあ、強くなってくると、まあ、ちょっと逃げたいですね、この辺はね。ただ、まあ、金もちょっと欲しいよね。まあ、次はね、あの港町に向かいます。こっちだったよね。あ、ゴブリン倒しとこうか。このやっぱ戦闘の曲もね、いいですしね。まあ、ボス戦の曲、で、フィールドの曲ね。まあ、そんなこと言い出したら聖剣とかもね、めっちゃいいんですよね。これ結構聖剣推しなんだよ。あ、着きました、着きました。ここです。まあ、ちょっと武器もね、変えたいっすけどね。軽くね。さあ着いたと。ねえ、頼む助けてくれ。これね、どうやったかな、こっちだったかな。 あいつらに話しかけるとね、バトルになるんですよね。まああいつら話しかけて、まあ、戦わないといけないんですが、その前にまあ、ちょっとまず黒見ますか。黒は今こんな感じですね。はい、スローね。そしてまあブリザードとかがあるよと。まあ、その前にちょっとね、やっぱ武器っすね。武器、ブロードソードか。まあブロードソード、まあ、とりあえずシミター買っとこうかな、一つ。まあ、ブロードソードも一つ買っときますか。こういうゴーアップやね。まあ、もう一個シミター買っといてもいいけど、まあまあいいか。赤魔術師はいいですかね。あとはまあ防具。防具も欲しいね。はい、あいつらはまあいいや。こっち。防具なんかいいのありましたかね。あー、この辺か。どうすっかな。あとは川の盾ね。
まあ、買っとこうかな。まあ、重さありますけどね。まあ、とりあえずちょっと一つ買っとこうか。ちょっと赤に装備しときたいですね。はい、まあこんなもんでとりあえず OK でしょう。あとはよし、じゃあちょっと戦いますかね。行こう。やるともやっちまえ。かけ9かなんかってね。めっちゃおるなおい。まあとりあえずちょっとサンダーでいこうか。結構強いっていうね。数多いからね。さあいい感じやね。まああとも戦うでいいか。戦うでいきましょう。船よこせ。だいぶ攻撃力ね上がりましたね。もうちょい進んだところでね、一気にあの装備整えたいんですよね。さあいい感じ。さあバッツロックヤンね、そしてキングレベルアップと。すまね、俺がバカだった。早いね。もう悪さはしねえ。おわびに俺の船をやるからよ、許してくれよ。はい、船ね、まあ、簡単に手に入った。俺は心を入れ替えたんだ。真面目に仕事して、町一番の働き者になろうと思ってた。信じてくれねえかな。はい、ありがとうございましたと。さあ、OK。じゃあ、ちょっと宿屋泊まって、50か。はい、まあいいでしょう。泊まって、じゃあ、次のところね、向かいたいなと思います。さあ、それじゃあね、船乗って、行きましょう。まあ、次はね、エルフの町向かいます。敵はちょっと逃げようかな。出てきたらね。逃げます。逃げの一手。マジか。誰かね、逃げ成功すれば逃げれる。オッケー。ちょっと時間かかったけどね。あった。あー、倒すか、とりあえず。さあ、ちょっとシーフピンチ。まあ、またレベル上げとかね、まあ、金貯めたりとか、まあ、船手に入ったので、金はね、あのパズルで貯めることできるので、まあ、それとかはね、あのやっておきます。装備整えたりとか。さあ次の場所にね着きました。逃げる。よーし、 OK。 はい、エルフの町到着。王子を助けてください。あ、どうすればいいの。一応武器軽く、はい、売ってるのはこんな感じ。まあ、特にあの必要ないですね。いらないです。黒は、売ってるのはこんな感じ。ファイラとかね、サンダルとかあります。ここもう一つレベル4も売ってるので、 OK。 あ、防具も見ときますか。一応防具はこんな感じ。まあ革の帽子とかね、まあ兜とか
買ってもいいんですけどね。うん。いいんすけどねっていう感じですね。まあ、ミスリルの装備は強いよと。あとはね、ポーション欲しいですね。まあ、今回こういうパーティーなんでね、ポーション欲しい。もうありったけ、持っておきたいって感じですね。はい、了解。王子を助けてくれと。そして、はい、白。ここに売ってるのはこんな感じ。レベル4ですね。あとは、もう一個あったよね。こっちに。あった。あった、ここですね。ここがレベル3で、はい、こんな感じ、売ってるのは。あとちょっと話してないやつ話して、ダークエルフの方、アトス。やつの行方は誰も知らない。オッケー、じゃあちょっと白行こう、次は。私たちの王子がアストスの呪いで眠ったまま目を覚まさない。お願いです、王子を助けていただけませんか。アストスは突然この城にやってきて、王子に眠りの呪いをかけ城の財宝を持ち去った。あとは OK、 こっちはいないですね。はい、あ、ここにおるね。ちょっとこいつも話しかけとこうか。どんな薬でも煎じることのできる魔女の噂を耳にした。確かマトーヤとかって名前だっけ。マトーヤはね、俺がちょっと寄ってないだけでもうね、取りすぎてるんですよ。一回登場はしてます。あいつらいいやつばかりだよ。で、向こうはね、神秘の鍵がね、必要。まあ、ちょっと一応一回行くか。で、ちょっと一応話しかけておきます。おい、何してんだ？宝物庫は神秘の鍵で封印されています。はい、なんで入ることはできません。で、ちょっとあとは王子に会いに行こうか。はい、ここ。王子はアストスの呪いでもう5年も眠り続けている。眠りを覚ます良い薬はどっかにないものか。すやすや気持ちよさそうに寝とうじゃん。さあ、 OK、 出ましょう。ちょっと次のところまで行きますかね。ちょっとこの辺はカットしたいなと。あぶねえはい、西にある、不気味な城に着きました。王のところ行きたいなと思います。この城もね、あれやってしまったと。ダークエルフの王アストスに騙され、南にある沼の洞窟からクラウンを取ってきてはくれまいか。はい、ということで次はね、次回はその沼の洞窟からやっていきたいなと思います。はい、ということで今回はここで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。